皆さんこんにちは、ラムコちゃんです。もう年末ですね。ということで、あのユニクロマリメイコのコラボが1月1日元旦に発売されるとのことで、すごい欲しいんですけど、お正月なんですよ。主婦が一番忙しいお正月ということでですね、皆さんどうされますか？まあ、意外と暇だったりするんですけど、お正月って。でも周りに親戚だったりとか、お子さんとかがいて、なかなか身動き取れないっていう人もね多いし、ご自宅でゆっくりされる方、もしくはまあお出かけされる方も、まあ、いろんな方がいると思うんですけど、私もなかなかその近所ぐらいにしか出かけられなくって、でユニクロマリメッコが1日に発売ということで、どうしようかなって思ってるんですけど、でもね可愛いですよね。っていうか、もうマリメッコファンとしてはすごい欲しいんですよ。なのでね、ちょっと見ていきたいと思います。でちなみにですね、発売はここですね、1月1日午前中より発売開始、オンラインスタート一部店舗全国265店舗にて購入いただけます。で1日から3日は休業の店舗や営業時間が異なる店舗がありますということで、まあ、ここで見ていただいたら分かるんですけど、まあ、そのイオンモールとかさ、そういうモール系に入ってるのは1日から空いてるけど、その場所によっては2日からとかいう店舗とかもあるので、こちらで確認いただけるんじゃないかなと思います。で販売に関する情報なんですけども、まあその初売りですよね。店舗によって1日からのところとか2日からのところとかあると思うんですが、その店舗の初売りから販売開始ということで、オンラインストアはここです。私もオンラインで参戦しようと思ってるんですけどね。オンラインストアは準備が整い次第午前中に発売開始します。人気商品につきオーダーピックは対象外とさせていただきますということで、まあ、午前中っていうか、言うても0時からさ12時まであるから、どのくらいかなって思うんですけど、前すっごい昔に何かが発売された時は6時とか7時ぐらいだったような気がするんですけど、大体ユニクロさんとかはその新発売が販売される時は3時とか4時ぐらいに更新されることが多いとかいう噂もあるし、その辺はちょっとはっきりしないですけど、ちょこちょこチェックしたり X とかでチェックしておいたらわかるんじゃないかな。ただちょっと夜更かししないといけないからどうかなと思うんですけど、夜更かしするか早起きするかですね。ということでラインナップね、まあ、今回は私は大人の女性なのでウーマンの方を見ていこうと思うんですけど、これフリースかな、めっちゃ可愛いやつが多くて欲しいですよ。あとキッズもありますよね。お子さんいる方とかはもう絶対狙い目だと思うんですけど、まず狙ってるのはこのラウンドショルダーバッグ、お出かけにちょうどいいサイズとかって、このハーフムーンのさやつですよね。これが欲しいですけど、これの無地のやつって1500円ぐらいで確か売ってたと思うんですけど、これも1500円ですね。多分同じ素材で柄違いなのかな。私はね、でもこれかな、ベージュかな、この中で買うならベージュが欲しいです。これも一柄につき、一色柄につき1点までの販売とさせていただいております。転売目的でのご購入は固くお断りします。1月1日から8日の間オンラインストアで予約販売を受付しますということで、予約になるのかな。これは欲しいです。あと靴下も可愛いですよね、ヒートテックソックス。私はこっちのこの色が気になってます。これ欲しいな、可愛い。ただのね、なんかギザギザの柄なのになんで可愛いんだろう。セイレーンっていう柄です。どれがいいかな、これかな。これもベージュが欲しい。こっちも可愛いけどね、ベージュを狙っていこうと思います。あとどうせだったらお洋服も欲しいということで、やっぱこれかな、フリースジャケット
可愛いですよね。これが欲しいです、ライトグレー。この上下セットにするのも可愛いけど、私あんまりこういう半端丈のスカート履かないので、スカートはやめとこうかなと思うんですけど、どれぐらいの大きさかな。でも絶対大きめ買った方が可愛い気がするんですけど、この人が細すぎるからさ、 M か L ぐらいを買おうかな。めっちゃ可愛いですよね。でもなんかさ、寝巻きの羽織とかにしちゃいそうな気もするんですよ。でマリメッコは本当に好きなので欲しいです。こっちの柄もあるけど、ちょっと強め柄なので、顔が派手な人とか似合いそう。濃い色が得意な人はこっちの方が似合うかな。このフリースヒートテックも可愛いな。フリース肌面起毛か。でもちょっとお肌弱弱系にはどうかな。実物あんまり私買わないので、タートルネックとか買わないんですよね。これも可愛いなと思います。モデルさんがやっぱ似合うからね、可愛いなと思うんですけど。可愛い。もうさ、最近さ、首がさだんだん短くなってきたから、年取ってやっぱ細くないと似合わんかなとはちょっと思います。はい、ということで私はですね、まあ、何時に発売になるかわからないんですけど、まあ、予想としては3時ぐらいから7時ぐらいの間と私は思ってる。私はね、もっと早いかもしれないし、もっと遅いかもしれないけど、どうなんだろう、まあ、何が起こるかわからないですけど、このショルダーバッグと靴下とこのフリースジャケットを私は買おうと思います。はい、私はちょっと近くにその大きい店舗がパッて行けるところにないので、このマリメッコを扱ってる、なのでオンラインで挑戦しようと思うんですけど、行こうかなって考えてた時に、梅田のルクアの地下にあるじゃないですか、ユニクロ。なんかそこをルクアのホームページ見てたら、朝の8時から整理券配るって書いてましたね。なので行く方は、まあ、整理券もらってみたいな感じで、でも整理券ってもらって、じゃああなたは12時からの会に来てくださいとか言って、結構その待ち時間が出たりするので、時間潰すのもね大変なので、やっぱり私はオンラインでチャレンジしようかなと思っています。はい、ということでちょっと簡易的な動画になりましたが、今回何年ぶり、4年ぶりのコラボだったっけ、4年 ?6 年ぶりだったかな。まあ、何しかすっごい昔でしたよね。前はちょっと派手だったけど、今回は割と着用しやすい、まあ無難って言ったらあれだけど、柄が多いので挑戦チャレンジできるんじゃないかなと思います。今回も動画ありがとうございました。もう今年末で、私は今酸素カプセルの中から録音しております。はい、体調整えて、私ちょっと崩しやすいので、冬を 年末体調なので、体調整えて年末年始楽しみましょう。はい、飲んだり食べたり楽しみましょうということで、はい、最後までありがとうございました。それではバイバーイ。